まあ、とりあえずまず行ってないとこから行きますか。抜け道。ほい。そこ一通なんだ。緑だ。目に優しい。前方にパワースポットを確認しました。お。すげえ、出なかった。よいしょっと。つけてくか、やっぱ。後でやんの、まためんどくさくなっちゃうしな。シャドウ3体です。穴開きの襲来であります。こいつマジで。あ、いや。ああ、こいつでいいや。お上がり。こいつマハムドどうなんだろう。一回やってみよう。アサルト。ボディバリア。こいつ。こいつ。スナイクだ。まさか。ブロックだった。これが私の力だ。マハムドやりよる。なるほど、ハマが弱点。この辺のエリアだと貴重な。やる。あいつあんま強くないのかな。瞬殺であります。ケイ。まあ、うろうろしてみますか。なんかある。はい。頼もしい。そういう追い打ちを。あ。思考回路が。切り返し早いな。おお。お。コーディのことかね。あ。そうだ、ゆかりちゃんはな、知ってるんだよな。知ってるっていうか、まあ最初ちょっと話したかんの。やめてよね、もう。腕にしがみついてもいいんやで。ちょっと待って、これマジ可愛すぎるんだか、これ。うい、ガキさんかっけー。休憩イベントとかじゃなかった。あら、うわー、やっとくか。従います。行くぞ。デッドエンド。いや、アサルトで。マータルカゼ、マジか。たまんねえな、おい。ファントムでもね、1体ならいいんだよ。2体いるとね、その、なんだろう。腐敗からのね、マハガルーラがね。あれ？きつくねえ。お、クリよく出んの。終われ、あざます。運がいい。最速記録更新したと思うであります。これも経験の積み重ねですよね。入ったね。どうしよっかな。リカムかメディア。リカムでいいや。あれ、あ、マハジオンが
マハジオンが来たらどうすっかな。ジオンガでいいか。あ、それはジオンガでいいや。リーダー大丈夫？体力回復できる？あれ？あ、そっか、今ミツル様に持たせてるからか。この辺使っとくか、たまには。うん、風花のペルソナどうなってる今。そっか、これか。毎回毎ターン 5% ずつ回復していく。まあ悪くはない。うん、よいしょっと。こっち行ってなかった。ああ、最初のとこか。宝箱か。うん、出たゲームコイン、万歩計みたいなやつ。うん、あら、シャドウ3体です。リーダーさん指示頼むっす。ういー、もうなんか流れがもうワンパになっているが、うん、仕方ないね。デッドエンド、オリバリア来た。頼む、オルフェンス。行け、スクマヒコナ。終わってくれ。まさか。マームドーンさすがに関係ないっぽいな。ヘルソナ。ヘルソナ。あ、上がる。良い。うむ、安いな。でもヘルソナ。うん、まだこれからだ。あ、一応これやっとこう。これすげえ使えるから。メギドラ、デッドエンド。うぐ、あ、よかった。ドゥーン、減るね。っていうかあれだね、メギドラダウンも奪えるって素晴らしい。奪えないよね確かこれって。うん、うわ、マジか、来やがったな。これですよ。あの敵は火炎属性に弱かったはずです。うっ、まだまだ。いやマジで便利、やっててよかった。まあ、当たるかじゃ。いやまあいいかな。うん、もったいねえな。でもなんか使うか。えい、ホーリータッチ。そうか、ホーリータッチが使えるのか。しゃ、竹見和地わたくぬぬ。頼む、オルフェンス。さすがはリーダーです。いい、ね、やっぱ再生のこと強い。うん、見事な一撃でした。次もお願いします。あれはいいスキル。あ、これこっちから来たのか。こっからか。これそうだな、つけとくの忘れたな。よし、うん、でこれにもそう、黄色で宝箱 OK、 完璧で、行ってないとこは、あ、まっすぐ行ってないのかな。こっち行ってないっぽいっすね。あ、なんかある。まあいいや、こっち先に行く。シャドウ3体です。お前は大丈夫かよ。僕より自分の心配してください。あらあら、優しい。
あ、ハンマー、アサルト、あー、いや、あ、あー、いや、いいね、あ、違う、これパールバッキー、うん、福田彦に行ってくれ、おいしい、やりよる、覚悟しろ、ペルソナベースアップ、映像決めてやんぜ、ドゥいい感じっすね、総攻撃、これは出そうだな、ペルソナ、やったこれ、確かボコスカボーナス作んだっけ、あ、出た、さすがに出たな、うん、1回だけ5人フィーバー状態で、フィーバーってかブースト状態で終わったんだよ、あれすごかったな、こう早いと爽快っすね、フィニッシュボーナスやっぱついたな、うん、ちょいちょい上がってきたな、うん、前方に不審なポイントを発見しました、調べてみましょう、ちょっと、うん、お、はいはい、せやな、めんどくせえ、言いそう、そうだな、うん、おお、まあ確かに、あ組織とは一体、うん、2.0 どっちもあれだな、どっちも言いそうなのはでもこっちだな、まあどっちでもいいんだけど、うん、へえ、じゃがを入手せよ何それですね、まだ通れないのかな、いや違うな、確か、うん、こっち行ってみましょう、うん、よいしょと、宝箱を発見、中身の確認をしてみますか、うわこれだけっぽいな、やっぱあれか、あっこ戻んないといけないか、了解した、うん、あとだって行けそうなとこは先か、先行ってないとこあるな一個、うん、とりあえずそこ行って積んだらあれだな、うん、もうあれだ、おなじみの流れになってしまう、ボディバリア、オルフェンス、なんともはや、少な彦の、おいしい、弱点持ちいないからいいな、弱点いとマジでめんどくせえかんな、よいよいよい、中央安いよ、あの敵は火炎属性に弱かったはずです、リロードします、んどうしようかな、よし、これが私の力だ、あ、へばった、ペルソナ召喚、戦闘終了しました、いいね、戦闘結果の発表であります、ふぅ、まっすぐ行って、あら、敵が3体、脅威レベルは低いと思います。あ、行きますよ。どうしようかな。これいいか。うん。
よし、ガンガン行こう、ガンガン。弱点じゃなくてもなんだかんだでまあ当たるときは当たるしな、3体とかいると。全然いけるやんっていう。いけた本当にいけた。早すぎて拍子抜けですね。うん、割と大丈夫だな。そのなんだろう、第 2の回で出てきたあのファントム2体と壺1体の組み合わせが来ないから。うん、でここか。前方にパワースポットを確認しました。よいしょっと。おい、こっち行ってなかった、行ってなかったってか何もねえ。とりあえずじゃあ、うん、カットしますか。余裕だぜ。うん、こっち行ってなかったな。うん、あれ関係なかったっぽいっすねよし、カットだ。やっぱあっこの鍵なんとかするしかないのかな。あかんかったわ。先にこっち行くか。この辺絶対なんかあるっすよ。なんじゃ、ノートの切れ端。またそういう系か。丸月三角日、入院した子供たちが不思議な遊びをしていた。宝探しのようだが、うわー、サイレントヒルとかでよくあるやつ。4つつながった四角い部屋の扉に決められた番号で通ると宝の間に入れるという遊びらしい。宝の間に入れるか。うん、どういう順番で通るか隠す側が暗号で伝える。なるほどおお、さすが漢字子供好きだからな。おままごと。あ、うん、いい、なるほど。ん、前なんか見えねえすか。レントゲン写真、赤い文字で何か書いてあり、693129、格ゲーのコマンド。うーん、メモか、メモっときます。ランタンのやつも、おお。これはまた格別な素材、何なのでしょう。胸騒ぎが止まらない。これはまさか創作意欲。あ、手が勝手に。わ、やべえ、すいません、ずっとこれ。お待たせいたしました。おお、超いっぱい増えた。すいませんでした。これあれだな、まあ、入っちゃったとこカットだな。さすがにだな。なにこれ、味方一体物理砲、呪いの砲、砲漢字、砲砲砲、アイス。お、15か。エッジ、ジャスティス学園。お、アイス。おお、13。アクセサリー。お、光と闇。あ、まあ、でも光と闇撃ってくる敵がいないんだよな、そんな。うん。またのお越しを。うん、
12体か、なんか作れっかな。ようこそ。あれいつから出てたんだ。いやー気づかなかったな。ガブリエルまでかな。はい、あ、ソロね。ガンガーランタン、あれらをね使っちゃうのか。こいつ結構好きなんだけどな、可愛いから。うん、結構というか強くねこれ。うん、ホーリータッチ、ソロネも強いな。あ、あれが引き継ぐ。あ、やっぱ火炎球種は無理だよな、さすがに無理だよな。あ、火炎ブースター、あああれらはね、ちょっと消しちゃうけど、まあしょうがねえかな。かわいいな。どうしよっか。すげえな、超引き継ぐな。火炎ブースター、これ好きなんだよね。うん、万能で中ダメ、うん、敵全体に。これいいよね。うん、どうしよっか、これ悩むな。浄化の雨か、これでもあれだからな、あっちにつけないと意味ねえかんな。いやでも、いやもう1個あんのか、あんまり持たせすぎてもな。マハガルーラ、マハムド、マハラギはいいんで、あ、これ、あ、火炎ブースターもつけてるか。ちょっと要つけとくか。どっちか。こっち。はい。ソロネだ。ぬん。よし。で今持ってる枚数が10体。 OK。 それではまた。じゃあ一旦カットしますか。いやすいませんでした、やーべえ気づかなかったマジで。